ソラリアステージビルとは、福岡県福岡市中央区天神2丁目11番3号に立地する駅ビル、商業施設。北側に位置する西鉄福岡駅ビルとともに、ソラリアステージを構成する。西日本鉄道による西鉄福岡駅駅周辺の再開発事業、天神ソラリア計画の第3期工事として建設された。位置関係としては、北は、 西鉄福岡駅ビルに接し、南はきらめき通りを挟んで、ソラリアターミナルビルに接している。東は渡辺通りに面しており、西側には市道を挟んで、新店長商店街がある。この場所はもともとソラリア計画より以前に行われていた西鉄大牟田線、連続立体化事業により構築された西鉄福岡駅の高架ホームと高架下の商業施設があった場所である。 駅機能を残しながら工事が進められたソラリアターミナルビルと異なりソラリアターミナルビル側に駅機能ホームを移転させてからホームと効果を解体して新たに商業ビルを建設しており駅機能としてはビル2階に北口正面改札と改札外コンコースのみが残る形となっている北側には地表面と改札外コンコースとを結ぶ大階段と吹き抜けフロア ステージ広場を設けた。ソラリアプラザともども、西鉄福岡駅高架下の商業施設の移転先という意味合いもあり、専門店が多く入居する構成となっている。2階の西鉄福岡駅より仮想が専門店街、上層が西鉄関連の商業施設群となっている。ありがとうございます。